上ハッピーチャンネル。こんにちは。じゃあねるねるねるねを作るよ。ねるねるねるねを作るよ。一つはお姉ちゃん、一つはショーンね。ショーンどっち作る？こっち？はい。こっちがソーダ味で、こっちがぶどう味。せーの、オープン。オープン。じゃあ作ろうか。スプーンも入ってた。スプーンも入ってた。作ります。はーい。一番の粉を入れるよ。はい、一番目の粉を入れて。どこ？丸いところ。入った？全部入った。入ったら水を入れて。水を入れて混ぜるよ。はい、じゃあ水を入れて。入った？じゃあ混ぜてみて。お、お姉ちゃんもなさっき黄色。じゃあスプーンで混ぜて。うん。しっかり持って。混ぜたよ。2番の粉を入れるよ。2番の粉を入れたらまた混ぜて。これと。うん。混ぜて色変わった？あ、色変わるの。乾いてきた。ねる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 して。ねる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 。お、色変わってきた。お姉ちゃん、鮮やかな。ふわふわのぶどう味だ。そうなの、黄色からソーダ味になってきたね。すごい。ついちゃった。舐めちゃって。おいしい。ラムネの味。ラムネの味がする。ねるねる。ねるねるねるビヨン。ビヨン。ねる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 ビヨン。三番の粉を入れるよ。はい、じゃあ次は三番目。あれ、そんなの食べない。出ない？あれ、あれ出てきた？うん。ラムネみたいになってきた。ラムネみたいなのがいっぱい出てきたね。お姉ちゃんはカラフル。姉ちゃんはカラフルキャンディーチップだって。ショーンは？うわ、ショーンはカラフルラムネ。ショーンは初めてだから、お姉ちゃんどうやって食べるか見てて。まずねるねるねるして、それでキャンディーチップにつけて食べます。はい、じゃあ次ショーンどうぞ。ねるねるねるねして、ラムネをつけて食べます。どう、おいしい？おいしい？しょっぱい。しょっぱいの？おいしい？やっぱラムネがしょっぱい。やっぱラムネがちょっとしょっぱいの。おいしい。またね、バイバイ。